こんにちは、ドラゴン遅いです。佐々木です。サトルです。よろしくお願いします。今日はですね、コツキリのよくある質問に答えていこうというね、企画でございます。YouTube でね、やっぱりコツキリのこと発信されてる先生もいらっしゃると思うんですけども、とりあえずよくある質問に片っ端から答えていただこうと思います。さて、じゃあ僕と塩崎先生からコツキリサトルに質問していく形にしましょうかね。いいですね。定番中の定番、誰もが気になること。コツキリするとたるむんじゃないですか？これはもう本当に皆さん気にされてるところだと思うんですけども、多少たるみのケアっていうのは必ず必要になります。手術と同時にヒートリフトだったり、他のたるみ予防の併用ですね、そういうのをやったり、術後にたるんだ場合にどうするかっていうところまで踏まえた手術計画、治療計画を提案するようにしています。なのでたるむかもしれないっていう答えになります。術後の腫れはどれくらい続くんですか？これは個人差めちゃくちゃあるんですけども、普通の生活に戻るにはやっぱり2週間から1ヶ月、本当の意味でのベストコンディションは3ヶ月から半年ぐらいかかると思っててもいいかもしれないです。じゃあ例えば結婚式がありますとかそういうのがあったら半年前ぐらいに、半年かも1年か、それぐらいは開けていただきたいと思います。コツキリって危なくないですか？危ない手術ではあります。安全面の配慮というのはめちゃくちゃ大事で、非常に気をつけて行わないと、まあ危ないってことになります。コツキリ、頬骨、エラ、音書いてあると思うんですけど、これ3つは同時にできるものなんですか？同時にできます。これはセットで考えていただいても大丈夫です。頬骨だけを小さくするとかえってお顔の下側の大きさが目立ったりもするので、気にされているのが例えばここだけが気になるという場合でも、セットでの提案をするときっていうのはあると思っててください。コツキリをした後のその形っていうのはそのまま維持されるんですか？いわゆる後戻りとか骨吸収みたいなのを起こさないんですか？胸骨とか輪郭とかに関してはあまり考えなくてもいいと思います。後戻りが気になるのはいわゆる両顎手術で、顎を大きく動かした場合っていうのは、元々の軟部組織とか筋肉とかが元の形に戻ろうとする力をかけたり、歯が元に戻そうとしたりとかするので、手術に関しては結構後戻りっていうのは懸念材料の一つです。感覚が鈍くなったりとかした視覚鈍麻のリスクっていうのはあるんですか？一時的にはもう必発だと思っていただいた方がいいと思います。手術をした後に形も良くなった、腫れも良くなった、だけど感覚だけちょっとまだ戻らないんですっていうのは一番長いお悩みになりうるんですね。なので半年、1年、もしかすると2年経っても戻りきらないっていうこともあって、それは手術するときにはよくご説明するようにしています。アマソラクリニックは明瞭な料金設定、手術は医者が決める、全員形成外科専門医、美容外科を革新的に変えていく。お待ちしております。ぶっちゃけ何歳までにコツキリしたらいいのかしら？答えがなかなか出しにくいところなんですけども、やっぱり一般的にはそのたるみっていうのが気になってくると思うので、30代40代っていうのがリミットになってくるんじゃないかなと思います。胸骨骨切りや音外形成ですと、チタン製のプレートを使うと思うんですけども、そのチタンプレートが体の中に残っていることによって、デメリットだったりとかリスクっていうのはありますか？ほとんどないって考えてもらっていいと思います。すごく長い目で見たら、その感染ですね、人工物なので、バイ菌がついちゃうっていう可能性はなくはないんですが、ほとんど無視できるレベルです。骨切りをした後にできなくなること、やっちゃいけないことがあります。直後っていう話でいくと、胸骨の手術をした後っていうのは、ぐっと噛み締める。硬いものを噛むっていうのはもう骨がしっかりくっついて安定するまでは控えていただきたいと思います。噛む力ってめちゃくちゃ強いので、噛む咬筋っていうここの筋肉がその胸骨にくっついているのでずれちゃう可能性があるので、硬いものは食べないようにっていうのはあります。長期的には？長期的にはあんまり何も考えなくていいと思います。コツキリってバレますか？術後に全くバレないのはまず無理だと思います。すごくお顔が腫れてしまうので、長期的にですね、例えばすごく久しぶりに実家に帰って、そこの友達と地元の友達と会うってなった時に胸骨骨切りしたからバレちゃうとかっていうような心配はあんまりしなくていいです。なんか痩せたかなとか雰囲気変わったかなとかっていうふうに言われるんじゃないかなというふうに思います。骨切りと併用されやすい施術っていうのは何になりますか？たるみがすごく皆さん気になるところなので、ヒートリフトだったり、あとはフェイスリフトを同時にやるっていうような報告もあって、あとは脂肪吸引、脂肪注入で要はお顔の形を作っていくっていうことで、そういったものを同時にされるところもあります。骨切りすることによって目や鼻の形が変わる可能性もあると思うんですけれども、整形プランを立てるときに最初に骨切りをやった方がいいと思いますか？これも難しいところなんですけど、原理原則的に言うと、その土台から、
やっていくっていうのはいい考え方だと思います。ただやっぱり骨切り一大決心をしてやるような手術なので、やっぱりまぶたとか鼻に比べるとかなりハードルが高いと思うんですね。今まで美容医療を受けたことない人にいきなり骨切りを考えてくださいっていうのはちょっとなかなか難しいんじゃないかなと思うので、まあそこはご本人のタイミングでご相談に来ていただいたら十分かなと思います。他の手術をしたから骨切りがすごく難しくなるってことは、考えにくくなるってことはないので、まああまり気にされなくてもいいかなというふうに思っています。エラの骨切りで切れるラインに限界があるって聞いたことがあるんですけど、それはどういう限界があるんですか？この模型に溝が掘ってあるんですけどもこの溝っていうのは実際にこういう溝が骨に掘られてるわけではなくて、これは中の神経の通り道を可視化しているものなんですね。この神経を越えて骨を切ると、要は神経を切ってしまうので、そうすると下顎とか唇とかの知覚がずっと失われてしまうことになるので、この神経が出ない範囲で骨を切るっていうのが基本になります。ということはこの神経の下のラインまでが切れるところの限界、ここの神経に被らないようにここの下のラインであれば、まあ、骨切りは可能。退院修正も可能ですか？まずはその CT を見て何が起きているのかっていうのをしっかり判断しないといけないので、安易にお受けすることはできないんですが、この状況によってはご相談させていただきます。一般的なところで言うと、運動、そうね、そのサウナとか入浴、これはいつぐらいからですか？入浴に関しては、まあ術後1週間は控えていただいて、その後は問題なく入っていただいても大丈夫です。顔のマッサージ、顔のマッサージはそもそもやんない方がいいと思うんですけどもうシミとかたるみの原因になるのでやらない方が僕はいいと思うんですけど、マッサージに関してはそうですね、術後3ヶ月以降っていう風にじゃあさせてください。フェイシャルエステ、フェイシャルエステもやんない方がいいと思うんですけどフェイシャルエステもまあ術後3ヶ月からさせてください。飲酒喫煙、飲酒喫煙、飲酒に関しては術後1週間ぐらいから始めていただいても大丈夫ではあります。喫煙に関してはやっぱり血流が弱くなると骨の治りに影響するので、これはもう術後1ヶ月は必ず控えていただいて、それを機に禁煙していただくっていうのはいいと思います。ホットヨガ、ホットヨガは術後2週間からやってください。ゴルフ、プレーによると思うんですけど、まあそんな噛んだりしないと思うんで、そうですね、それも術後1ヶ月からでお願いします。ボクシング、ボクシングは術後3ヶ月ですね。ボクシングやります？ベンチプレス、ベンチプレスもめちゃくちゃ噛み締めると思うんで話聞いてましたか？術後3ヶ月からでお願いしますということですね、はい、力を入れるものに関しては、ね、やっぱりその、うん、特に頬骨やってるかどうかに関わると思うんですけども頬骨やってる場合は噛み締めとかは気をつけた方がいい、うんうん、そうですね、その通りです。はい、はい、で熱する系だったりとかちょっとした血流が良くなるような行為はまあ2週間くらい空ければっていう感じですかねそうですね、うん、まあ腫れてるんでね、やる気失せるとは思うんですけども、うん、そんな元気ないと思います、うんうん、そうですね、はい、まあ、これを見ていただいてですね、まあ骨切りの方分かんないことあればまたねコメントだったりとか、クリニックの公式 LINE の方にねまたご質問いただければと思います、うん、で僕らからするとまずこれを見ていただいて、まあある程度リスクとかいろんなものを理解していただいてから受けていただければ、まあ言うなればね分かってる質問のやり取りが減りますので、うん、一番大事なところにカウンセリング集中できるかなと思いますんで、ぜひ見ていただければ幸いでございます。はい、どうかよろしくお願いします。お願いします。